質問できる機会があり嬉しいですね。休業中ですが海外の旅行業をしてます。<laughs> コロナの前に初めて体力がない、全くない会社ですし未来がない職種かもしれませんが、青地国のどこにしか入りますか。やっぱり本部地でしょうか。海外の旅行業をしています。いやこれねいいいいんじゃないですか。今って、えー、皆さんご存知のように旅行産業ってもう壊滅的なんですよ。 で、撤退する会社もたくさん増えてました。で、この方はこれから全く体力がない会社だけど、それなりに海外の旅行業を始めるっていうことだと思うんですよね。これってめちゃくちゃいいことだと思っていて、今入ったらバカなんじゃないのって思う人もいるかもしれない。その、今って大体のプレイヤーがなくな、いなくなってるんですよね。で、この方みたいに今の厳しい状況を仮定して参入する人っていうのは、今の、その、時代に適応して。 入れるってことなんで結構僕はこういうのチャンスがあると思うんですよね。で、えー、全く体力がないなりの戦い方っていうのを考えられると思うんですよ。うん。で未来がない職種ではないと思います。これは結構未来があるというか未来が全くうんとマイナスだったのが元に戻る職種だと思ってます。そういう意味ではそこ。 未来があるんじゃないかなと思います。やっぱりホームページでしょうか。そうですね。やっぱりうんホームページっていうのってあと差別化するべきじゃないですかね。うん。やっぱ今回のそのコロナっていうのがキーワードになると思うんで、コロナだけど安全に旅行できるとかそういうふうに大手ができないようなプロモーションをするんじゃないですか。 はい、女優アイドルもいるようなパーティーに呼んでもらうのにお金があっても高額籍だと呼ばれないなどありますかこれはね意外とねあんまりなくて、まあ、女優さんアイドルとかそのインスタグラマーさんとかよくねあの昔はねご一緒させてもらったことあったんですけど結構あの人たちってごめんなさいこれはっきり言うんですけどぶっちゃけトークなんでえ見る目ないんですよ。でこいつ絶対 大詐欺やってるよなとか、こいつ怪しい稼ぎ方してるよだろうなっていうところにも平気で行くんですよね。で、これって別にその彼女たちが悪いわけじゃないんですよね。悪いわけじゃなくて、えー、実際やっぱビジネスのことをやってればおかしいなってわかるんですけど、一般の人がそのなていうの、ちゃんとしたお金をの稼ぎ方してるかしてないかなってわかんないじゃないですか。もうイメージでしかないんですよね。だから詐欺師ってやっぱ口上 a いんでイメージをよく騙してこうとするんで、そういう意味では。 別にまともなお金の稼ぎ方してるから正しいとかそういう評価はないですよただごめんなさいこれはアイドルや女性がいるようなパーティーに呼ばれるかどうかを考えた時ですでも社会一般的にはちゃんとしたお金稼ぎをしないとやっぱり絶対バレるし続かないんで僕はそういうやつ嫌いです特に情報商材嫌いなんですよ本当に嫌いなんですよなんかたまにね情報商材やったことないのに情報商材上がりだとか書かれることあるんですけどもう一回もやったことないですからはい 初めまして通してて通販 YouTube 広告が一番取れる認識があります。これね、YouTube 広告っていうのは、トゥビー広告っていうんですけど、一番取れました、めちゃくちゃ取れましたし、1日3000件とか売れたときありますよ、あの通販の商品。これ、ちょっと専門的な話になっちゃうんですけど、でも今はね、あのみんなプレイヤー増えたんで、そんなことないと思います。